は。夕刊ネット IB です。本日はスーパー業界の M&A について流通事業部の湯野木がお伝えいたします。日鉄は9月22日に開催された取締役会において佐賀市の株式会社アンクルフジアの全株式を取得し、10月17日に子会社化することを発表いたしました。アンクルフジアは佐賀県内および福岡県筑後地区にて酒屋アンクルフジアを25店舗、生鮮スーパーのアンクル夢市場を7店舗、業務用スーパーの FC を2店舗の合計34店舗を展開しています。西鉄の流通業のメインである西鉄ストアは西鉄沿線に出店しています。しかし佐賀地区での出店は1店舗のみ、筑後地区では小郡市、久留米市、柳川市などに8店舗となっています。アンクルフジアは11年2月期決算で売上高150億300万円相応の財務体質を有し、店作りにも一定の評価を得ています。一方で後継者問題を抱えていることが指摘されていました。西鉄ストアとアンクルフジアの出店エリアが相互に保管できることから合意に至った模様です。西鉄は2006年3月に北九州市の株式会社スピナを買収して以来5年半ぶりのスーパーマーケットの買収となります。株式会社スピナを買収したこともあり、現在は流通部門が西鉄グループ全体の約2割を占める事業に成長しています。本業の鉄道、バスなどの公共交通以外の事業の強化を積極的に打ち出しています。弊社が昨年末にまとめたスーパー業界特別レポートでは九州地区の71社を調査しています。そのうち22社は売上高100億以下の企業、うち半数以上の12社が一族で経営をしているスーパーです。100億以下の企業は同族率も高くなっています。 M&A へ向かう企業は今後も生まれると思います。ただし買収側のテーブルに乗れるのは一握りです。アンクルフジアのように財務内容も良く競争力のある企業が対象になっていくと思われます。流通業界最大手のイオンは5日中国四国地区で211店舗のスーパーを展開する丸中グループの株式を取得し、子会社化することを発表しました。買収総額は約450億円となります。全国的にもスーパーマーケットの M&A を含めた再編は避けられなくなるとみられます。以上、流通事業務の湯野木がお伝えいたしました。